はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。進撃の巨人2ファイナルバトル発売に向けて進撃の巨人2のおさらいをねやっていきたいなと思います。今日はねお金の集め方、はい、ラビコです、よろしくお願いしますでね、お金の集め方、前回は補強の仕方をね、効率のいい補強の仕方を紹介したんですけれども、おさらいでね、今回はお金の集め方を再度ね、もう忘れちゃってると思うんで、みんなやっぱり。で、新しくもう一回ね、これで大丈夫っていうお金の集め方を紹介したいなと思います。で、効率よく集めるためには、まず一つ絶対欲しいのが、このナイルの高待遇スキル、レベル1、2、3ってあるんですけれども、有効度を8まで上げて、高待遇3まで。とにかくね、全部、1,2,3 全部つけたいところですね、スキルとして。そしたら、次にスキルで用意しときたいのが、まあ、ベルトルトを使いたいので、ベルトルトなくてもいいんですけれども、ベルトルトを使いたいので、アイテムを何度も使えるやつが、支援要請の縁談と、アイテムの準備万端と用意周到、この両方を持ってきたいなというところですね。あとのはもうお好みでいいと思います。普通にね、巨人を買っていくタイプのやつでいいと思います。素材も軽く欲しいんだったら、まあ、そんなに手に入らないんだけど、強奪みたいなとかねあってもいいとは思います。でもう一つ準備したいのが試作の表彰と懲罰、これがあると、S ランクとか取るとね報酬が上がりますんで、まあ表彰と懲罰がいいんじゃないかなと思います。そしたらベルトルトを任務に連れて誘うのを忘れないようにして、ベルトルトを連れて調査任務に出ていきます。で、調査任務はダウンロードコンテンツの105円ぐらいで買えるんですけれども、標的は1人、これが一番検証の結果これが一番効率がいいです。時間ともらえる報酬とあと手間のバランスが非常によろしいです。これに出ていきましょう。で、難易度は最初にタイトル画面で変えられるんですけれども、ストーリーモードでいいんで、ストーリーモードの、まあ、ハードが一番もらえる量は多いですけれども、45万円ぐらいもらえます。でもちょっと難易度はまだクリアしたばっかりだとか、いろいろその人によって違うと思うんで、自分に合ったやつがいいと思います。難易度ヘブンでも20万円ぐらいもらえますんで、この全部ね、懲罰と報酬と高待遇レベル1から3全部つけてれば、まあそれヘブンならね、アイテム使いたい放題なんで、もうベルトルト打っちゃ救援支援要請の縁談を打って、ベルトルトじゃ支援要請の縁談を打ってってやってるだけでクリアできるんで、それもね一つの手かなと思いますけれども、ちょっと20万じゃね時間は変わらないんで、ちょっと効率悪いかなと思うんで、ハードに出れんならハードが一番やっぱりねいいと思います。で、任務の進め方なんですけれども、基本はこのマップの3体の巨人、印をつけてある3体の巨人を真っ先に倒して、その後ベルトルトを使い始めたりして、とにかく殲滅すれば、あの SS ランク、緊急討伐対象が出てくるんで SS が取れます。 でも SS でも S でもほとんど変わらないんで、金額がなぜか。だからまあお好みでいいと思います。このね、緑の縁談はでも回収しないといけないんで、急いで行ってこうやってねベルトルトでズガーってやっていけば全然余裕なんで、本当にハードインフェルノだとね、これまたちょっと話が変わってくるんですけれども、ハードでねどんどん効率よく回していく方がいいと思いますので、インフェルノでここでね簡単に回せるようなレベルの人って多分もう何だっていいみたいな勢いなんで、補強とか本当にいるのかっていう勢いになってきちゃうんでね、カンクリしたいってだけみたいなそんな感じになっちゃう人たちだと思うんで、このお金集めはねあんまりそんなに必要ないと思いますで、しばらくすると商人がね、これしびれを切らして動き出すという話になるんですね。この商人がぐるっと回るまでクリアはできないんで、変な話、これがちょっとだけねストレスかなとは思うんだけど、巨人ね本当にベルトルトばっか使いまくってると、一掃してるのに商人が動くの待たないといけないとかねあるんで、まあハードだった場合はねアイテムどんどん減っていっちゃうんで、こうやってねちょっと時間が余ってたら補給拠点を立てたりしてアイテムを補給して、支援要請の縁談をね補給しておくといいと思います。で、しばらくするとハンネスさんが仲間になるんで、ハンネスさんを仲間にしたらね、こうやって単体でうろうろしてる巨人はハンネスさんでやっつけちゃえば、ベルトルトをね温存できるんで、ちょっと節約になるかなと思います。まあ、あんまねそんな細かく考えなくていいと思う、自分でバンバン切ってったってもう構わないし、ハードだからね、まあ、そんな感じでやっていくといいんじゃないかなと思います。で、またさらにしばらくするとリヴァイ兵士長が救援要請出してくるんで、これでねリヴァイ兵士長を仲間にして連れて行った方がまあいいかなと思いますね。素材も少しねリヴァイ兵士長で倒せば手に入るんで、まあ、リヴァイ兵士長とミケさん、ミケさんも途中で手に入るというか仲間になるんだけど
ミケさんとリヴァイ兵士長とベルトルトで3人で、ね、やっていくのが、まあ、効率いいかなと思いますね。で緊急討伐対象が出た場合も、まあ、リヴァイ兵士長、リヴァイ兵士長で2回攻撃すれば、あの大抵全素材も集められる上に倒せるんでリヴァイ兵士長はやっぱりね頼りになりますね、うん、で最後このあの標的のね巨人、鎧の巨人みたいなのが出てくるんだけど、こいつを倒せば終わりですね。これはねもう本当楽勝、うん、ベルトルトでずっとガーンやってリヴァイ兵士長で2回攻撃すれば終わりみたいな感じですね。これももちろんね自分で攻撃して倒しちゃっても構いません、お好みでいいと思います。とにかくねお金が手に入ればそれでいいんでお金ですよお金、世の中お金みたいなね感じですよね。はい、じゃあねこんな感じでクリアしました、勝利となりますね。 S ランクです、ね、緊急討伐倒してないんで、まあでもね時間的には12分で、まあ総獲得報酬が45万っていうことですね。まあ私ね、もう補強でね、ほとんど全部使い切っちゃったんで、これお金また集めないといけない。お金ね、集めていかないといけないんだけど。これね、でも SS 取った時も私44万ぐらいだったんで、なんかね、ちょっと足りなかったところあると思うんですけども、まあでもちょっとのミスでね、お金下がっちゃうんだったら、もうハードで S 狙いでバーっていった方がもう気が楽だし、作業だからね、これ本当に。作業だから、もうなんか他の見ながらね、こう。S ランク狙ってベルトルトボーン、ベルトルトボーン、ベルトルトボーンやってればもうねクリアだから、うん、まあね作業するにはこのダウンロードコンテンツの標的は一人おすすめですね本当に。まあねこんな感じで、あのおさらい動画とかね、あと最新情報とか入ったらすぐに動画にしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とかね、ツイッターのフォローの方よろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良き進撃2ライフをお祈りしております。ほいじゃまたね。チャンネル登録英語なのでサブスクライブをすると検索しないでも更新動画を確認することができます。チャンネル登録は右下のラビナイトアイコンの方から、もしくは画面下のサブスクライブボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。